なみです。今日はさあちゃんと一緒にプレゼント交換コーデをしたんですけど、約1万円で。で、今この私が着てる服、さあちゃんにねプレゼントしてもらったんですよ。あ、靴と靴下以外ね。このコーデのポイントを今回はさあちゃんに言ってもらおうかなと思います。さあちゃん、はーい。やっほー、さくらです。はい、じゃあね、ボルカンさんでみなみちゃんの似合うコーデを選んだんですけど、 TikTok とかで見た時も甘口ガーリーっていうか、キュートな感じがしたんですよ、みなみちゃんといえばみたいな。でも最近結構スポーツ系に染まってて、服とかかっこいい系とかが多いなって思ってて、でもやっぱり私のイメージ、キュートなみなみちゃんも見てみたいなということで、私の大好きなボルカンさんでこんな感じのチェックのセットアップで、そんなガーリーっていうわけでもなく、このネックレスとかでかっこよく見せたり、スカートじゃなくてショートパンツっていうところがすごい見せどころです。はい、この中もねこうシンプルで、ここにロゴだけなので、とても可愛いなと思いました、ねえ、センスがいい。最近こういうの全然着てなくて、セットアップめっちゃ好きなんですよ。17kgさんとかでセットアップ買ったりするんですけど、統一感がめっちゃ良くて、もうすぐパッと決めれるからセットアップめっちゃ好きで、嬉しかったです。これも超可愛いね、チェーン。こう久しぶりにこういうみなみちゃんを見れたので得しました。はい、得しました。はい、すごい似合ってとても着こなしてくれたので嬉しかったです。最後のさあちゃんの服はさくらチャンネルの方でポイントとか紹介してるので、ぜひそっちも見てください。見てください。お願いします。はい、ということで今回はさあちゃんにプレゼントしてもらった服のポイントを紹介してもらいました。めっちゃ可愛い。やっぱりお姉ちゃんだ。義理のお姉ちゃん的な。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバイ。バイバイ。チョビリーグじゃないよ、チョビリーグじゃない、これピースだよ、チョビリーグ。 OK。